奈良交通北山と営業所入り口奈良交通北山と営業所は奈良県生駒市場町にある奈良交通の営業所。生駒営業所と西奈良営業所の機能が1978年に統合されて誕生した営業所である。2006年営業所の西隣に学研北生駒駅が開業し、駅前バスターミナル資金の営業所となった。 奈良県北西部における住宅地開発の進展により急増した輸送を担ってきた営業所である。学園前駅、生駒駅、富尾駅、東生駒駅を起点としている。北山と営業所所管の一般路線バスが通る自治体は奈良市、生駒市、山和郡山市、大阪府市場縄手市、大東市である。以前は 大阪府片野市や京都府相良郡聖火町、木津町にも路線を伸ばしていた。院は始発停留所を起点に21時最終まで自由乗降を実施している路線。一部区間に自由乗降指定地が設置している。奈良学園線2014年4月1日現在、奈良営業所、西大和営業所と共管。現在は北大和営業所担当便はなくなっている。 奈良富尾線畑バス停付近2018年5月1日奈良県総合医療センターの移転に伴い夏季の系統が廃止された県総合医療センター口は蓬来三丁目解消2018年3月17日より以下の系統が廃止された廃止直前は朝に近鉄奈良駅が1本だけ運転されていた2014年4月1日 県立奈良病院口は、県総合医療センター口へ、県立奈良病院前は、県総合医療センターへそれぞれ解消。2013年3月17日現在、41.48、系統は、奈良営業所と共感。41系統は、天勝寺駅行きが夕方から夜間にかけて、数本、学園前駅行きが早朝に1本のみを運行。 途中国道308号を経由し、天勝寺駅付近及び蓬莱東坂間では、大型車同士がすれ違えない、狭いな区間が存在し、無線連絡により離合を行っている。天勝寺駅には、県総合医療センターまでの区間便が発着するため、誘導員が駐在している。学園緑が丘線2013年3月17日のダイヤ改正にて、 NC バス郡山営業所から当初に移管された。また、過去にはこの系統は、11、学園前駅、百楽園4丁目として運行されていた。あやめ池線2013年3月17日のダイヤ改正にて、NC バス郡山営業所から当初に移管され、系統番号が、これまでの、33から36に変更された。 イコマイトーピア線朝方は102.103系統を運行し、その他の時間帯は112.113系統を運行。休校便は朝は上り、夕方は平日のみ下りが運行され、学園前駅富ヶ丘3丁目間、中富ヶ丘2丁目学圏なら富ヶ丘駅間途中、無停車。103系統は、学園前駅行きのみ、113系統は、 鹿の台北2丁目行きのみ設定。2006年3月の路線再編直前は、12、系統13系統が102.103系統と、ほぼ同一経路で運行されていた。また、過去には、学園前北線の一部として、3、学園前駅富ヶ丘3丁目対中、富ヶ丘2丁目も運行されていた。 北山と住宅線2021年10月1日、現在、急行便は朝と夕方に運行され、学園前駅、大淵橋間途中無停車。2006年3月の路線再編直前は、学園前北線の一部として、以下の経路で運行されていた奈良学園富ヶ丘線2010年3月19日、運行開始。同日現在、平日、土曜の登校時間帯に運行。 中東三が丘団地線2021年10月1日、現在、急行便は朝と夕方に運行され、学園前駅、大淵橋間、中東三が丘4丁目学圏奈良富ヶ丘駅間、途中無停車にも停車かつ、下りのみの運行、旧系統と10系統は平日及び土曜の、朝方のみ運行。10系統は2006年3月の路線再編で、廃止されたが、 2013年3月17日から、上りのみで復活した。西富ヶ丘真由美線2021年10月1日、現在、急行便は、平日の朝に運行され、学園前駅、大淵橋間途中無停車、8系統は、平日の朝のみの運行、125系統は、学園前駅行きのみ、127系統は、学研北井駒駅行きのみ設定。 2006年3月の路線再編直前は、学園前北線の一部として、上記の8系統と以下の各系統が運行されていた。奈良北高校線、奈良北高校停留所は2006年3月の路線再編時に北山戸高校より解消。2010年3月19日現在、平日の等、下校時間帯のみの運行で、土曜、 休日及び奈良北高校の休校日は全便運休となる。学園高山線2021年10月1日、現在、休校便は朝に運行され、学園前駅、大淵橋間途中無停車、136系統は、鉱山サイエンスタウン行きのみ設定。2006年3月の路線再編直前は、以下の経路で運行されていた。 134系統は2006年3月の路線再編から運行開始後2007年3月31日に廃止されたが2011年12月1日から復活した137系統は2006年3月の路線再編から2013年3月16日まで以下の経路で運行されていた学園前高畑線学園前高畑線は 奈良県庁、奈良市庁などが所在する奈良市中心部から奈良市西部の学園前駅方面へ至るバス路線である。学園前駅発着のバスは前扉から乗車し、乗車時に整理券を受け取らない、前乗り運行が基本だが、学園前高畑線のバスは後、扉から乗車し、乗車時に整理券を受け取る、後乗り運行である。バスのフロントガラスには、 後乗りの表示がなされている。校舎は前扉から行い、3扉を持つバスの場合は中扉を締め切りにして運行された。2013年3月17日のダイヤ改正で、北山と営業所から奈良営業所に移管されている。赤肌線2010年3月19日現在、25系統は、平日の朝方のみ、運行、24系統は、 大和文化館のリニューアル工事に伴う一時休館に伴って運休中。なお、23系統の一部は赤肌山で西の京駅行きに連絡し乗り継ぎ運賃も設定されている。大和町線、西千代が岡船学園前若草大船学園前奈良病院船2018年3月17日改正にて新設。 若草台を経由する便は28系統、経由しない便は29系統として運転される。西野慶高校線2007年4月1日運行開始。2013年3月17日現在、35系統は平日の朝型のみ運行。もともと西野慶高校周辺の団地住民から要望のあった路線。 西野家高等学校地域創生コース生徒の探求活動の一環として、路線を提案し実現した路線。学園朝日町順位観戦平日は、学園前駅発朝7時台まで32系統、8時台以降は31系統を、土休日は終日31系統を運行。早朝に、天林王教会前、始発、夜間に、青葉公園泊まりがある。 富尾南住宅線2010年3月19日、現在、47系統は、日曜、祝日は運行されていない。手塚山西2丁目停留所は2008年9月1日に、富尾高校より解消。富尾若草大線、富尾団地循環線2015年4月1日の、ダイヤ改正にて、58系統が新設された。 2015年4月1日現在、58系統は、日中のみ、運行、61系統は、深夜に数本のみ、運行、60系統の早朝の数本は、公団管理事務所始発で運行。近畿大学船奈良市中町に、近畿大学農学部のキャンパスがある。以前は、大英富尾店で発着していた。富尾停留所は、元富尾駅のバスターミナルだった。 かつて、近畿大学農学部学生、教職員向けに通常より割引率の高いバスカードが学内で販売されていた。富尾商打線2015年4月1日のダイヤ改正にて15、156.157系統が新設された。2015年4月1日現在、153系統は平日のみ、156系統は土曜、休日のみ運行。 154系統は、平日の朝方に、防地行き一本のみを、運行。157系統は、土曜日の朝方に、駒北スポーツセンター行き一本のみを、運行。153.154155系統は、地域間感染系統として、国、奈良県の補助を受ける。2006年3月の路線再編直前は、上記の、分系統と以下の系統が運行されていた。 生駒台循環線84系統は、深夜バス系統で平日のみの運行。ダイヤ改正が行われるたび、バスの本数は減少。現在では、平日に外回り、内回り合わせて4本である。内回りと外回りについては、運賃が先払いなのか後払いなのかがややこしい。北田原線上町イ駒線2021年10月1日現在。 188、系統は、生駒駅、北口行きのみ運行。2006年3月の路線再編直前は、以下の、各系統が運行されていた。パークヒルズ田原線この路線は2010年4月16日、現在、空港リムジンバス、深夜急行バスを除く奈良交通の定期、乗り合いバス路線で唯一、大阪府内に乗り入れている路線である。 2010年3月19日現在、85系統は、平日の朝湯を呼び、土曜、休日の朝方のみ、97系統は、平日の朝7時台に、生駒駅南口行き5本を運行。光が、丘住宅線、白庭大住宅線2013年3月17日、現在、69系統は、土曜17時台に1本を、70系統は、 平日日中に7本を、170系統は、平日朝7時台に3本及び、土曜、休日朝7時台に1本を、171系統は、朝方に数本を、172系統は午前中に、数本をそれぞれ運行。69系統は2008年12月16日の、ダイヤ改正までは、169系統、いこ駅南口から稲倉から、光が、 岡として運行されていた。2006年3月の路線再編直前は、以下の各系統が運行されていた。生駒ニュータウン線2010年3月19日現在、165、系統は白庭大駅行きが、夜間に2本、生駒駅、南口へ行きが平日、土曜の23時台に1本のみを運行。朝日が丘線東イコ団地線71、系統は、 2013年6月17日に76系統の一部の便が延長する形で新設された。手塚山住宅線2010年3月19日、現在、67系統は、平日の深夜0時台に、手塚山住宅行き1本のみを運行。手塚山スクール線、生駒山六公園ふれあいセンター線生駒市の委託を受けて運行している路線。 運賃は片道100円となっており、CICA、ピタパ、イコーカなどの IC カードも利用可能。途中停留所では、ふれあいセンター行きは乗車のみ、東生駒駅駅行きは降車のみとなっている。生駒市、コミュニティバス全4路線のうち、紅葉台線を受託運行している。その他の路線は、生駒交通が運行している。 京都学研線2016年10月1日より設定された高速路線。特定期間以外の平日のみ運行し、土曜、休日及び特定期間の平日は運休する。4往復中2往復が奈良交通での運行。途中経縄自動車道と第2京阪道路を経由して京都駅八条口に至る路線である。京都駅八条口、十条駅は 京都営業所の、京阪な学研都市地区の確定留所は、平常営業所のエリアではあるが、この路線に限り、奈良県に位置する本営業所が管轄している。2017年3月21日より、学研都市区域で経路を一部変更し、木津川台9丁目とキックを経由するようになり、一方で木津川台住宅を経由しなくなった。また、同時に、 これまで両方向が停車していた公園東通りについても、京都駅八条口行の乗車専用の片道のみ停車となり、学研警班なプラザ行は、同停留所に代わり校舎専用の京縄通りへの停車と変更した。京田辺市内の池島、中島橋は2017年9月29日の運行便を最後に廃止し、同年10月2日運行便より、 京奈和自動車道から新名神高速道路第2、京阪道路経由に変更。設定当時に配布された、京都府、奈良交通、京阪バスとの連名で配布されていたチラシによると、実証実験目的での設定で、その実験期間は1年間であったが、利用者が増加したため2017年に実験期間を、さらに1年間延長した。 その後増加した利用者が定着した結果、2018年9月末で実験期間を終了し、同年10月から本格運行がほぼ通年で開始された。詳細は、奈良交通公式サイトのこちらを参照。高速路線は、大和号の埼玉大宮奈良間を担当していた。USJ ができてからは、USJ 発埼玉大宮行きとなった。しかし、 利用者の落ち込みにより、2007年の2月をもって、道路線は廃止された。山戸号の項も参照。リムジンバス路線に関しては、学研系犯なプラザ発関西空港行きを担当していたが、2010年3月31日をもって、奈良営業所に移管した。奈良交通奈良営業所の項を参照。1995年式から2002年式までの、 大型長弱車が多いが、大型短弱車やポンチョなど、マイクロ車も在籍している。生駒マ経路と、富尾、学園前経路と、バスが分かれている。基本的に、生駒マ経路のバスには、バックアイがついているが、富尾、学園前経路のバスにはあまりついていない。下記大阪府のディーゼル車規制条例適合者に、入れ替えるために、学園前、 富ミダイヤ重道のワンステップバックアイ付き車と、生駒マダイヤ重道のツーステップバックアイ付き車との入れ替えを行っているため、学園前、富ミダイヤでもバックアイ装着車両の割合が増加している。1994年式以降の車両から行き先表示器が方向膜から LED 式に改造されている。日の車が多いが、伊子図車も入っている。また、イコ市のコミュニティバスの 竹丸号も在籍している。また、パークヒルズ田原線は、大阪府内を発着する関係から、自動車 NOX、PM 法に準じた、大阪府のディーゼル車規制条例をクリアした車両のみが、限定使用される。学園前高畑線の車両は、2010年から全便、ワンステップバスで運行されていたが、 なら営業所に移管されてからは、2ステップ車両も充当されるようになった。高速バス及びリムジンバスの撤退により、一時は、北山と営業所には高速バス車両は存在していなかったが、2016年に実証実験として、京都駅京阪なプラザの路線を開設した際に、高速バス使用者が2台再配置された。この京都学研線使用者は、 2017年10月より無料 Wi-Fi を設置している。執筆者中、学園前駅周辺を中心に資料を収集していたので、富小や生駒台周辺の路線については記述が薄くなっています。参考文献をもとに開出してくださる協力者を求めています。本節では、北山と営業所近辺の奈良市西部、生駒市北部のバス路線の歴史について述べる。 北山と営業所が営業区域としている奈良市西部や生駒市北部はもともと松林が中心の山林が広がり人家のまばらな地域であった。1914年、大阪電気軌道の手により現在の近鉄奈良線が開通し奈良県北西部に生駒駅、富尾駅が開設された。少なくとも1928年までに府小川沿いの富尾駅芝間で 路線バスの運行が開始されている。当時、このバス路線の沿線であった富尾村では、鉄道開通の都市から目標を、鉄筋コンクリート橋に掛け替えるなどの道路網の近代化が行われている。1914年9月には、富尾村内の郡山みの道線、奈良北和線が、奈良県道に認定されている。京都府側では、奈良電気鉄道の手により、 現在の国道163号沿いを走るバス路線が開設され、1930年に山田川から奈良、京都府県境近くのザクロまで乗り入れている。1943年、戦時統合の流れから奈良県内のすべてのバス路線は奈良自動車により運行されることになった。奈良自動車は社名を奈良交通と改める。1956年、富尾町が 奈良市に合併されると、奈良市中心部への便を図るため、近鉄奈良駅、富尾駅間にバス路線が開設される。戦後の道路網整備が進み、1959年には、半田道路開通による、生駒駅近鉄奈良駅間の路線バスの運行が開始され、1960年には、富尾、小玉のバス路線が小田から、大阪府県境近くの坊事まで延長された。 京都府側では、1952年、奈良電気鉄道の山田川、ザクロ間のバス路線が、奈良県境を越え、現伊古町の鹿畑まで、延伸。さらに1963年には鹿畑から現、国道168号、国道163号交点の山口川まで、延伸された。奈良県北西部では、戦前から、住宅地開発の機運が高まっていた。 この中で、手塚山学園の設立と、1942年の学園前駅の設置が行われている。しかし、戦前に行われたのは、勝負地駅南側の開発程度に止まった。戦後、近畿日本鉄道の主導により、住宅地開発が本格化した。例えば、1960年までに、学園前駅付近の学園南、学園北、百楽園、 高段学園前、団地、富ヶ丘の住宅地が誕生している。当時、学園前では、宅地開発の波が、学園前駅の北方、南方へ広がりつつあった。1962年、近畿日本鉄道自動車局により、学園前駅と住宅地を結ぶ、バス路線が、成功住宅学園前駅富ヶ丘間で、運行を開始した。住民は、 徒歩での移動に苦労が多いため、住宅地の開発を主導した近畿日本鉄道に、対して、バスの運行を要請していたのである。奈良県北西部は、丘陵地帯であるがため、開発された、住宅地には、坂がつきものであった。例えば、1960年当時、学園前駅付近の住宅地は、駅から 1.5km 圏内に所在したが、駅に向かう道は坂道で、 特に雨天の徒歩移動は、未舗装の道がぬかるむため往生したという。雨天時は長靴を履いて、徒歩で学園前駅に向かい、駅に長靴を預けて、別途持参した靴に履き替えて通勤したという話が残っている。一年後の1963年、成功住宅学園前駅富ヶ丘間のバス路線は近畿日本鉄道から奈良交通に移管され、 学園前駅成功住宅館、学園前駅山和文化館成功住宅館、学園前駅富ヶ丘三丁目間の三路線に再編された。近鉄奈良線では1964年に新コマトンネルが完成し、それまで運行されていた中、小型車両に代わり大型車両の運行が開始された。さらに1970年には近鉄南波線が開通し、 近鉄奈良駅からの電車の大阪市中心部への直通するようになり、大阪市内への通勤が支弁となった。これら近鉄奈良線の輸送力増強に合わせて、奈良県内の近鉄奈良線沿線では、学園前駅を中心に大規模なベッドタウンの開発がより盛んになった。これら通勤需要に対応すべく、1966年、奈良交通は奈良市二名町に、 西なら営業所を開設し、車両の増備、運行の増改などに力を入れてゆく。路線の延伸も進み、1965年までに、赤肌山、学園山都庁5丁目、富ヶ丘5丁目まで、到達、1973年までに大淵橋経由、富ヶ丘3丁目、中富ヶ丘1丁目、千代が、丘2丁目、西富ヶ丘5丁目、国道鹿畑、 100楽園4丁目まで到達している。また、朝夕ラッシュの乗客集中に対応するための乗客サービスの向上も図られた。1967年には、学園前駅富ヶ丘3丁目、中富団地間のバス路線に急行系統が新設された。1969年には、学園前駅南口にバスターミナルが整備された。 1973年には、学園前駅発着の各路線に、系統番号制が導入され、さらに定床式3、扉バスの運行が開始された。奈良県北西部では1970年代後半を過ぎても大規模な住宅地開発が、相次ぎ、バス路線網は拡大していった。さらなる輸送力強化を図るため、1978年、奈良交通は、 生駒市場町の現在地に北山と営業所を開設し、西奈良営業所の機能を移転するとともに、生駒市、山崎町にありてゼマだった生駒営業所も北山と営業所敷地内へ移転した。学園前駅発着のバス路線は1982年までに、鹿の台北2丁目、昭洋台2丁目へ到達した。1981年には、 奈良交通の住宅地路線としては初めて、学園前駅発着路線の6区間で、夜間自由乗降指定地を設置した。富尾駅では1974年に、南口駅前広場が完成し、バス発着の主力を駅西方にあったバス乗り場から、南口駅前広場に移した。1975年には、富尾駅と富尾南住宅地を結ぶ。 富尾南住宅線系統が開設された。また、同じ1975年、富尾翔田線に、北大和高校や眉美住宅へ分岐する系統を、新設している。さらに1982年には、眉美住宅、眉美東口間を延伸している。1968年に開業した東、生駒駅では1975年に、東生駒団地線が、 東生駒四4丁目まで延伸され、東生駒駅やスカヤセンター間に生駒ニュータウン線が開設された。生駒ニュータウン線は1983年に生駒駅への乗り入れを開始している。現在の生駒ダイヤを生駒営業所、学園前、富尾ダイヤを北山と営業所が管轄していた。両営業所とも同じ場所に存在していた。後に両営業所は、 北山と営業所に統合された。当時は北山と営業所管内が奈良交通にとっての泥箱であり、積極的な路線開設増発増便、所有車両の増備車内テレビによる広報、他の営業所から北山と営業所への運転者の転属を行っていた。当時の営業所構内の池にカモや金魚などが飼われていたが、これは バスの洗浄などに使った汚水を浄化して、営業所外の河川や下水道に流しても安全であることを示すためである。奈良交通北山と営業所管内の路線は、ほとんどが近鉄奈良線の各駅と住宅地を結ぶ路線で構築されていた。しかし、近鉄京阪な線が奈良市、生駒市の住宅地を貫通するように開通したため、奈良交通は、 北山と営業所の大幅な路線再編を行った。軽犯な旋回通に伴い、バス利用者が減少したため、北山と営業所管内路線の収益の一部を原始にしていた奈良県東部、南部をおもとした赤字路線の維持する内部補填の方法が困難になった。そのため、北山と営業所管内を含めて多くの路線で休止や廃止を余儀なくされた。 京阪な旋回通の影響が、奈良交通のバス路線全体、ひいては、奈良県内のバス路線全体に及んだ。一方で、北山と営業所では、営業運行区間が、全区間京都府内に位置しているため、本来であれば、京都営業所あるいは平常営業所の管轄となる、京都学研線を、実証実験段階より、本営業所において担当しているが、 道路線が高い乗車率を維持する路線となったことで2018年秋より平日のみではあるが本格運行を実施するようになった。ありがとうございます。